セタナ市街地セタナ町は北海道檜山振興局の久温郡にある町。町名は旧セタナ町のセタナをひらがな表記したものである。セタナの語はアイヌ語のセタナイに由来すると考えられ、命名については専門家により以下の考察がなされている。このほか、1973年に国鉄北海道総局が発行した北海道駅名の起源では、 瀬田内駅の港で上記の説のほか、移説として、瀬田に失いが略されたとする説を紹介している。檜山振興局北部にあり、北部は、尻ベ市総合振興局との境にある、狩場山を中心とした山岳地帯で、これが日本海に落ち込むところに、った岬がある。また南東部も有楽部けを中心とした山岳地帯である。西側は、日本海に面した。 急瞬な海岸が続き、狩場・茂シゲルツタ道立自然公園に指定されている。海岸戦争いに国道229号が通る。なお、発足翌月の2005年10月1日に南部で隣接する熊井市長が八雲町との合併により、檜山市長の管轄を離れ、大島市長管轄の八雲町となったことにより、檜山振興局としては、 今金町と合わせて全域が飛び地となっている。もった岬山地下線故障海岸、欠片の気候区分では、西岸海洋性気候に属する。日本海側に位置し、冬季は雪や雨が多く日照時間が少ない。日本海側の都市の中では、冬の降水量は比較的少なく雪は少ない。夏から秋にかけても雨が多くなる。合併以前については、 各町の項目も参照。海外国内か、ホッケ、アワビ、カキなどの水産業、水筒、ジャガイモ、メロン、ほうれん草、豆類、酪農などの農業が盛ん。漁業セタナ港周辺の空中写真。1976年撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。 新聞社中継局停、クイランド、大西瀬棚校長内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、JR 北海道函館本線及び、室蘭本線のおしゃま駅。廃止された、鉄道路線旧瀬棚町、北日山町駅には、国鉄瀬棚線が走っていたが、1987年3月15日に、廃止された。 北斗交通が夏季と年末年始に運行していた札幌市方面都市間バスは2018年度の運行をもって休止。国道道道道の駅3本杉は大田山の神社。ありがとうございます。